ノリピロリンです。かっちゃんです。スザンヌです。今日はかっちゃんいるんですけど、ジャン君出た、行ってみよう。なんでかっちゃんいるけどなんでしょうか。今日は実はかっちゃんこう見えてジャン君のドラマ見てくれてます。見てます。ネットフリックスで見てますね。で、ちゃんくんのドラマ、この間から、今、もう6話まで行ったのかな、昨日で6話ね。ね、もう、スザンヌなんか、どう、ちゃんくんのドラマ、どれぐらい見てる？もう、何回見てるか分からん。毎日、1話からまた始めて、だんだん増えていってる。仲間くん、あ、でもなんか、また1、次の日もまた1話から。あれ、ちょっと、場合は2話ぐるぐる回ってるとか、そんなん違うの？ない。とりあえずまた1行って、また最後まで行って、でまた1やけども、気に入った場面はまた、気に入った回はまたそこは見たりもするけど、で基本でもずっと見てるわけじゃなくて、なんかしながら常にかかってる状態で。って感じね。まあもうセリフ覚えてるって感じ。ほんまやの。チャン君めっちゃ喜んでると思います。そういう視聴者喜んでる。ね、あれなんか多分ネットフリックスの再生回数みたいがなんかその人気に反映するから、それとあとネットフリックスの面白かったらなんかいいねみたいなのがあった。あるあるある。そうなんよ。あれをした方がチャン君喜ぶと思います。はい。おそうそう。ぜひぜひいいねいいねやってくださいねって。そんなにいいねいいねすることないかな。一回いいねったら終わりだから。あれ1話ずつじゃない？1話ずつじゃないと思う。そうね、1個のそのそうなんや。いっぱい押せるやったら押すねんけどね。ほんまやね。押してもう一回外して押してって。それは分かんない。累積されるんだ。そうやね。まあでもさ、私ちょっとあれ見てね、なんかいろいろ思ったんやけど、ごめん、ちゃんくんもうすごくかっこいいんやけど、ちょっと嘘っぽいな。すごくね、気になったことがあって、あれってさ、愛の不時着とか出てる人出てるの？違う？あれ違うもん。イテヨンクラスじゃない？イテヨンクラス。あれイテヨンクラスやったっけ？男の人やね。うん、そう。うん、あの人イテヨンクラスのヤクザ、あの人ヤクザの人やかな。うんうん、それとさ、このあれはダンさんじゃないんやな。ダンさんに似てる人出てるやん。髪の毛の長。ああ、違う。あの人はダンさんじゃない。ダンさんじゃない。うん、そうな、私さ、めっちゃ似てるなとは思ってたんよ。ああ、あの人は違う、まだ全然違う。ああ、違うんやな。ああいう顔が今人気の。で、ちゅうか韓国の人ってみんな結構お化粧とかも似てるやん。で、お化粧も似てるし、みんないじり方も似てるんちゃう？で、似てるかどうかわからないんですけどね。なんかカムナムの方行くと、同じような顔の人いっぱい歩いてるっていうやん。そうなんやな。あ、わかった。そしたら、あるやんね。なんか、そうなんかなって、そういうなんかネットフェリックスでね、人気出た人をこう寄せ集めてきてんのかなって。まあネットフェリックスってあれやもんね。なんかこう、まあ、今はなんかそのドラマのなんか、まあ、ネットフェリックスオリジナル的な感じでね、作っていってますもんね。でもなんか全然ちょっとチャンクの話じゃない、愛の不時着の、熱愛報道やってから、今ネットフリックスまた再び1位になってる。あ、そうな、ってる。もうね、私でもね、あれはね、まあまた次のにしたらいいじゃん。そう、それちょっとここでさ話するよりもう一個。そうですね、じゃあ次回は愛の不時着編で行ってみたいと思います。いいわ、いいとこついてくれてるわ。1位になって、ちょうど熱愛発覚して次2日目ぐらいからまた1位に。すごいな。すごいな。また見直そうかなと思ってる。ああ、それは私も何回もでも結構見てる人いてるよね。あるあるある。それにしてもさ、今回のそのチャン君のドラマなんやけど、もうなんか私チャン君かわいそうなの。ドラマやからね。なんか違うんよ。なんかな、なんか女の子にこう振り回されるやん。ああ、まあまあね、かなり振り回されてるって感じやもんね。そう、なんかすごいさ、チャン君、今回のチャン君は
なんか結構さ、なんかこう一途な感じのなんか家事やん、いいやんな、ね、なんかキュッキュくるよね。なんかかっちゃんの今回ツボやね、うん、結構ね一途な好きなんや。そうそう、好き好き、もうなんかさ、もうなんちゅうか、もうすごい一途やんか、うんうんうん、やのになんかあの女の子がさ、もうなんかまあまあね、私らみたいな感じやったらドラマにならんもんね。なんかそのかちゃんくんのかっこよさにもうデレデレやったら全然ドラマにならんちゅうとかあるやろけどね。でも私さ、なんかあのピロリンのこの前の、うん、あのその話を、うん、あの YouTube で聞いて、はいはいはい、昨日ね、昨日なんか演じてるんやんな言うのは、その演じてる中でちゃんくんと出会ってって、でもまあなんか私あの前回も言ったんやけど、なんか私の中ではあんまりないよな、なんかそういう風にしたいっていう願望が、あの変わるなら自分変わるって、うんうん、で変わらん、まあまあそれ自分を別人にしたいって思ったこと今までないから、うん、あ、なんか女子ってそんな生き物なんかなってちょっと思ったんやけど、いやごめん、私なんかその、うん、あのそういうなんか演じるとか、うん、なんかそんな考えたことない。いや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 だからさ、うん、あのピロリンの言ってることすごいわかる。で、あのどっちかっていうと私とかなんかこう好きになったらもう一直線なんで、もうそのままそのまま、うん、一直線なんで、それこそあの何ちゃんくんの役の人みたいに、もうあれ一直線やん、もうすごく好きになって、あの一直線のあれがよくわかるんやけど、一直線で好きで相手がどうかわからんかってもどんどん自分好きなようにやって、相手は自分のこと好きになってくれるやろうと思ってやっていくっていうのがすごくわかるんやけど、なんかこう一つ置いてなんかやっぱり別れようかなって、あのラブラブの時に思うっていう、あ、うん、なんかね、なんかさ、うん、でもよ、要なんかあいう漫画とか、うん、あのまあドラマでもそうやけど、うん、なんか結構別れるって言われる前に別れるって言うみたいな、あ、そんななんか女の子って結構出てけへん、なんか好きすぎてあれなんかな、いや自分が傷つくんが嫌やから、あ、いや分からんね、なんかそのなんかテレ、そのなんか漫画とか見てたら、なんかそういう感じ、うん、なんか自分が傷つくんが嫌やから、うん、とりあえずなんかその前に別れてみたいな、うん、あ、スザンヌ思う？私も好きやのに別れるっていうのはちょっと、うん、分からないんやけど、ソナが、うん、理由を言っていくやん、うん、第1話、ね、昨日6話が周りの人はい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 、あの知り合いやったっていうね、知り合いやったので、うん、それが理由やって、はははははは、でそれは昨日はそれで終わってるんやけど、それはね、なんかまあなん、その理由がなんでやろ、なんでやろと思う、その、ああ、そうよな、その理由なんでその知り合いやったらあかんのとか、ああそうよな、そうよな、ああ、まあそれぐらいで別れるぐらいやったら会いちゃうなっていうところがあるよな、それで言うたら、なんで知り合いと別れるんやろうとか、あとまあその、え、第1個目がヤンヤンで出会った自分は私じゃない、2人の自分やから、ラブシーンが、ね、ラブシーン変なの、はい、うん、その前終わって、その次の日か、うん、なんかもうチャン君が、うんうんうん、あのソナの、まあ、全てが好きやと、うん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 、もう頭の先から爪の先まで好きやと、うん、って言われて、でもしそのでも自分、あ、見た目が自分じゃなかったらとか、あの中身がそんなじゃなかったらってどうなんて聞いたら、うん、それはそんなじゃないみたいな、そう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 、うん、でそれをまあ理由にしてるやん、うんうんうん、それもまあでもさ、私思うんやけど、うん、いやその演じといてどうやねん思えへん、うん、なんかさ、うん、だったら自分まの自分を出せばいい、で結局さ、ソナはさ、うん、なんかその演じた自分は本当の自分じゃないから、うん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 、本当の自分を好きになってほしい気持ちもあるんやろ、ああそうやろな、うんうんうん、
でもさ、なんかその時本当の自分も好きであってほしいっていうところがあるんやろな。うん、本当の自分を出してないわけやから、あの違う自分を演じてるんやろ。結局なんかその本当の自分見てくれって言うと見れやんしなっていうところがあるよね。そうなん。それってちょっと矛盾してるかなって思う。うんうんうん、なんかちゃんくんそこまでそんな考えられませんしみたいな。そうそうそう。なんかちょっとかわいそうやなって思う。てか私もさそこまで考えられへんからさ、あのその出会った時って出会った時のあなたが好き。感じやん、うん、そうや、まあ、わかる、うん、なんかそんな裏まで、例えば昔は私俺はこんな悪だったって言われてもそんな悪を好きなんじゃなくて今のあなたが好きなわけだね、うん、やあれだからさ、なんかそれそこまで深く読めっていうところがよ、そうだから結局難しいよね。なんか何でも、まあ、恋愛ってそうやけど、うんうん、もうその出会ってすぐ好きになるけども、うん、それでだん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 とあのいろんなところが見えてきて、うんうんうん、それでも好きでいてれるわけや。そう、なんか恋愛ってさプラスマイナスみたいなもんで、初めはすごくプラス100やったりするわけやんか。それがなんかだん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 あのいろんなところを知ってきて、まあ、マイナス10であったりマイナス15になんねやけども、いやいや、でもまだ好きなところが多いから一緒に出たりするわけや、うん、まあ、例えば、うん、だからそれがまあそんなもんやん、うん、どこばっかり全部好き、もう嫌いなとこないなんて、あ絶対ないよ、ないよな、ないない。だからなんかやっぱりさプラスマイナスやマイナスばっかり取っちゃうと思うねプラス、あの夫婦になったらマイナスの方が多いけどマジかマイナス100まあ、でも確かにプラスやったりになったりマイナスになったりプラスになったりマイナスになったりとかしつつ、うんうんうん、なんかいい具合にこう付き合っていくわけやからな、うん、でもさなんかたまにさ付き合ってた時はすごいプラスやったとこがさ、うん、結婚やったらマイナスになってる時ある、うん、あるある、あるそうか、なんかここ好きやったとこやのにみたいな、なんかまあ恋愛ってそんなもんなんでね、うん、私はよくわからんわあれ見てて、あの女の子がね、うん、の気持ちがいまいち私はよくわからん、あ、うん、もうちゃんくんの気持ちはすごくわかるんやけどね、うんうんうん、ちょっと一直線に、うん、もうそ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 う、ね、そう好き、今も今で、あ、栄養に考えるっていうところがね、うん、なんか、うん、そうなんか可愛いやん、うん、かわいい、ね、もうここはもう最後やっぱりあのいっぱい見た、うん、いや何回も見たスザンヌにちょっと意見聞いてみようかな、見てる前にあんまり理解できてないけど、あの6話ではやっぱり、うん、やっぱりでも、今イウノになってるのかな、うん、イウノもチャン君のことが好きなんやっていう写真を現像して、その流してるとあれ、ね、ビデオね、デオ撮ってたビデオ見てね、泣いてるところがあって、なのでなんでやろうってなんか。別にソウルで再会してね、うん、なんか今の自分見せてもいいんじゃない？そう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 、だってまあそれで言うたらチャン君でもそのあそこのヤンヤンでいてるチャン君と、うん、ソウルでいてるチャン君はまた違うわけやん。ヤンヤンでいてるチャン君はなんか自由奔放になんかそれこそなんか自由にいろいろやって、うんうん、ね、サーフィンとかそんな遊び人みたいな感じやのに、ソウルに帰るとかっこいい、あのでできる男的な感じになってるわけやん、うんうん、まあどっちとってもいいやけども、うんうんうん、でそんなそうやってお互い新しい部分が出てきて、そこをまたどんどん好きになっていくっていうのが恋愛じゃないでしょうか、うん、そうだと思います、はい、だまあまあまあそんな感じで、まあでもこれ結局あのだからドラマになるよね、うん、そう、うん、なのでなんかこう、うん、新しいこう恋愛の形みたいな、そうやね、なんかそんな感じの恋愛感みたいな、あのあれやんね、ね、うん、でもなんかねこれね、あの私ら比較的ね、あどっちかというとね、もう一直線みたいなタイプじゃない、うん、なんかあんまりあのそのなんていうかな、恋愛で、うん、駆け引き、駆け引き、うん、そう駆け引きするタイプちゃうやん、駆け引きとかもう全然わかんない、私も全然駆け引きできへんし、だからスザンヌも駆け引きするっていうよりも、もうなんか私を好きになってみたいな感じスザンヌ、そうそう、それその網に引っかかってアガナンドさんね、なんでそんななんか恋の駆け引きみたいなことできへんの、うん、できひんできひん絶対もう、だから多分その恋の駆け引きを、駆け引きじゃないけど、まあまあまあそういう深い、うん、
うん、女心っていうのかいまいち分からへん3人組なんかもしれへん、うん、な、うん、そうやと思う。これ多分すごい女心で分かる女子やったら、うんうん、もう私ユウノの気持ちすごくわかるって、一人ぐらいこんな感じいてたらよかったんですけど、いやーいてないねー、いないねある意味ドラマにならんわね、だからなんかさ、うん、あのこれ聞いてる人見てる人で、あの分かる方ちょっと説明してぜひあのコメントください、はい、で私は分かりますってこんな感じ、うん、こういうのだと思います、私はいうのの方が分かりますっていう意見、うん、聞きたいです、はい、ぜひコメントお待ちしてます。動画見て面白かった方は、高評価、チャンネル登録、コメントもお待ちしてます。はい、ノリズミロリンでした。スザンヌでした。アニョー。